達成可能です。はい、それではやり方の方なんですけど、まあ、道具とかはほぼ一切必要ないです。まず立っていただいて、このまま足を開いていきます。はい、でこのようにピーッと開いていくんですけど、もし万が一必要な方はこういった椅子などですね、はい、用意していただけると、まあ、非常にこのまま開きやすい。はい、まあこのように立った状態から開いて開いて開いて、はい、開いて、はい、でもしきついなっていう方は椅子を使って開くと。はい、でこっからなんですけど、はい、このぐらいだったら結構みんなある程度できるんですよ。はい、でこの椅子ですね、椅子を外して、はい、自分の手を椅子の代わりに使います。はい、でこの状態からうまくバランスを取りながら開いていきます。ご自身の体重ですね、体重をしっかり乗せながら、ちゃんと、これが足がこう前になっちゃったり、こういうふうにこういうふうになっちゃったりとかするとダメで、立った状態からしっかりと開いていく、平行に開いていく、はい、このまま開く、はい、で心配だったら椅子、はい、椅子でもこのまま椅子なしで開いていきます。でしっかりと足が180度開脚になるようにバランスを自身の体重と手で取りながら、このまま180度開脚、体重を真下に下ろすイメージです。はい、ちょっとブレちゃったりするとさっきみたいに足がこう曲がってっちゃうんで、この180度開脚を維持した状態で下に体重を乗せていく。はい、結構痛いんですけど、ここはちゃんと外向くように、こうやって前向いてっちゃうんで、こうやって前向いてっちゃうんで、前向かないようにしっかりと自身の手と体重バランスを使って、このまま180度開脚開きます。はい、いかがでしょうか。はい、でこのイメージです、180度開脚、はい、ほぼほぼ達成されてると思うんですけど、できない理由ですね。はい、180度開脚が達成されない理由は、しっかりとご自身が180度開脚できてる姿ですね、自分がペタッと180度開脚してる姿がイメージできてない人は、まず180度開脚は達成不可能なんで、ご自身の体が立った状態がピッピッとこうやってパーッと開くんですけど、ちゃんと180度開脚自分ができてる姿ですよね、ペタッとこうついてる姿、こうペタッと、はい、このようにペタッとついてる姿がしっかりとイメージ、自分がペタッとおりゃー、こうやって体重を使っておりゃーって開いていく。はい、よし、はい、まあ180度開脚にできない理由の一つとして、ご自身がイメージできてない、180度開脚ペタッとできてない。はい、もう一つの理由が、毎日チリツモでもいいんで、必ず体を伸ばすっていうことを、どこの箇所でもいいんですけど、必ず毎日ストレッチしていただくことが、180度開脚達成できるポイントになりますので、ストレッチ毎日行うときに、しっかりと自分自身がペタッと柔らかくなってる姿をイメージしながら、日々毎日ストレッチを行っていただければ、必ず180度開脚は達成できます。ただ短時間でやりたい方、一気にブサーッと開きたい方なんかは、このようにもう立った状態から開いて開いて、はい、あとはもう勝手に体重で開くようにスパーッ、はい、こうやってスパーッと一気に開いちゃう。はい、そうするとめちゃめちゃ痛いんですけど、バカーッと開きますんで、でこの状態からもうこれが自分の限界なんで、こっからしっかり体重を乗せて180度開脚までバランスを取りながら、180度開脚までこうやって、よいしょよいしょよいしょ、はい、はい、こうやって
で180度開脚まで開いてイメージしてあげる。だいたいこうやって注意事項は足が前に行ってしまうんで、はい、注意してみてください。はい、毎日行っていただくことが非常に重要になりますので、必ず180度開脚達成できるように皆さんも共に努力していけたらなと思います。ご視聴いただきありがとうございます。ぜひですね、皆様に有益な情報を公開し、楽しく、皆さんが笑っていただけるような動画を公開し続けたいなと思ってますので、今後もよろしくお願いします。イエーイ、ありがとうございます。